浜瀬振興局から、2件続けてお願いします。はい、浜瀬振興局の藤原でございます。私からは春のバラフェアとそれから第20回有価祭についてご案内をいたします。まず春のバラフェアでございますけれども、5月1日から5月31日今現在開催をいたしているところでございます。天ヶ瀬管内の五間地区にある農業公園で実施をいたしております。今現在バラの方は三分咲きということで、約300品種ご用意をして、バラの花の鑑賞をしながら、ゆったりとした時間を過ごしていただければというふうにも考えております。それからその期間中、5月の12日同会場におきまして第24回有価祭を実施をいたします。有価祭につきましては、ステージイベントや食の広場の食の広場、それから入場者のあの日のプレゼントということを用意をいたしまして、一日中楽しめる企画になっておりますので、ぜひご来場ご宣伝の方よろしくお願い申し上げます。浜ヶ瀬からは以上でございます。はい、続きまして、舞鶴振興局から説明をいただきます。はい、舞鶴振興局からは、第42回生産系釈迦連峰山開きについてお知らせです。例年この時期に開催しています山開きですが、昨年度から開催日を5月の第2日曜日に変更して実施をしております。今年は5月の12日日曜日に予定をしております。概要にも書いておりますが、この山開きも今回が52回目ということで、50回の節目を過ぎたのを機にですね、主催が舞鶴祭り実行委員会から町内の若者グループの結成された組織である山祭会議に代わりですね、企画運営をすることとしております。内容についてはその山祭会議の折りの方から申し上げます。山祭会議の事務局をしております折井です。内容についてご説明させていただきます。開催日は5月の12日の日曜日、時間は9時半から受付の開始が10時から、大体終了が4時頃と考えております。会場はスノービーコーク日田のキャンプフィールド内、旧椿川のハイランドパークになります。内容につきましては、式典持ち巻き、あと桐蔭高等学校の吹奏楽部による演奏、あと他に、日田市内で活動されている、ミュージシャンの方にも、上がってきていただいて演奏をしていただきます。あと抽選会と、あとは今回初めての企画になりますが、日田市内の小学生と対象にした、森づくり体験ですね。木こりになって山を守ろうということで、本当に今新緑のすごく美しい季節もありますので、その時期に下市内の子どもたちにも上がってきてもらって、自然を満喫していただきたいという思いで、こういった森作り体験も開催いたします。であとは、地元の有志による出店、また下市内からも、店舗の方に上がっていただいて、もう当時の美味しいものを食べていただこうという出店もございます。であとは例年当日に、山開きの神事を行っていたんですが、今年から、前日の11日の土曜日に、神事を行って、12日にイベントを開催するという形で、になっております。私からは以上になります。はい、では続きまして、観光課から、こちらも2件続けてお願いいたします。観光課の石橋でございます。はじめに、第72回北川平観光祭についてお知らせいたします。今年の川平観光祭は5月の25日の土曜日と26日の日曜日の開催になります。主なイベントにつきましては記載の通りでございますが、いくつか抜粋してお知らせいたしますと、例年通り、水神祭を皮切りに、イベントがスタートいたします。三隈川沿いでは主なイベントとして、木桶を使って風船割りと行います、恒例の半切り源平合戦、今年は、初めてになりますけれども、自分たちで段ボールを使って船を作って、競い合います、段ボールボートレース、そして魚のつかみ取りなんかが行われます。パトリア日田の方では、ギターアンサンブルのコンサート、舞踊連盟によります舞踊大会、OBS のカラオケ歌合戦、ミニ四駆のレースやものづくり教室が行われます。
またパトリア前の中央公園広場につきましては、今年がワールドカップラグビーワールドカップの2019年の日本大会が開催されますことから、それを記念して、日田ラグビーフェスティバルを開催いたします。また、日田駅前広場も新しくなりましたので、ステージを使いましてのミュージックフェスティバルや、JR 九州とコラボ企画であります、ミニトレインの乗車、そして奥日田ファンゾーンといたしまして、専用のハーネスをつけてアスレチック体験ができます、フォレストアドベンチャーモバイルオートポリスのドライブシミュレーターの体験などができるようになっております。なお街中の主なイベントといたしましては、土曜日の午後1時からが、市内18の小中学校や高校の児童生徒約1300人が参加いたします音楽大パレードが開催されます。日曜日の10時からは、市内の24団体が参加いたします水郷日田どんたくカーニバルが開催されます。また両日とも花火大会が開催されます。日没後の大体午後7時40分頃から午後9時まで開催されまして、2日間で1万発の花火が上がります。続きまして、2019年の推奨したキャンペーンレディの決定についてのお知らせでございます。3月27日に開催いたしました選考会におきまして、本日参加しております2名のキャンペーンレディが決定いたしましたのでご紹介させていただきます。はじめに、草野有沙さんです。よろしくお願いします。もう一人が仁田野飛鳥さんです。よろしくお願いいたします。このお二人に決定いたしました。今年は6名の応募がありまして、このお二人に決定いたしまして、キャンペーン理事の主な活動はまず最初が、カビラ観光祭での水神祭としての巫女での活動から始まります。2年間の活動機会になっておりまして、期間中、市内の祇園祭の集団化お店や天領祭り、ひな祭りなどのイベント、それから市外での観光 PR などに関わっていただくことになっています。大体、2年間ですけども、1人当たりの1年間の活動が15回から20回ほどの活動になっております。以上でございます。